ドラキューブパート4。はい、こんにちは。こんにちは。みんなのアカペラの時間です。今日のテーマはドラゴン X のライブの楽しみ方です。はい、ということで今日講師を務めさせていただきます、駒澤大学ドラゴン X 科教授、豊田純平と申します。よろしくお願いします。はい、では早速ですね、 VTR と一緒にドラゴン X のライブの楽しみ方を解説していきたいと思います。ではこちらをどうぞ。はい、お気づきの方いらっしゃるかもしれません。今のシーン、果たしてハモっていたのか、いないのか。ハモってませんということで、ドラゴン X のライブの楽しみ方、その1、聞かない。こういったものまねに慣れているんですけど、彼、無茶ぶりが世界一対応していない彼なんですけども、iPhone に赤外線ぐらい対応していない。はい、今の MC、受けていたのか、滑ったのか。滑りました。はい、ということで、ドラゴン X のライブの楽しみから、その2、できるだけ笑ってください。それではみんなのアカペラ、そろそろお別れの時間ですということで、本日講師を務めさせていただきました駒澤大学ドラゴン X 科豊田でした、ね、そろそろ皆さんの前にドラゴン X のメンバーたちが現れておりますので、出てきましたら大きな拍手でお迎えください。次週のみんなのアカペラは星のかけらの高橋さん。それではまた来週。Thank you.
Look.